キュップリング・ウィズ・エは、藤崎龍による日本の漫画作品。藤崎にとって、週刊少年ジャンプでの連載は本作品が4作目である。砂漠が一面に広がる世界、Wāqwāqでは、黒い地の人間と呼ばれる人々が集落を作って生活していた。村の外は多数の機械が黒い地の人間を抹殺するために徘徊しており、防人と呼ばれる戦士たちが機械から黒い地の人間を守っていた。その世界に突如連れてこられた少女、松田はWāqwāqの住民にいつか救いを与えるという赤い地の神と呼ばれる存在であった。自らが置かれた状況もわからず、途方に暮れる松田を中心に、防人が、各々の願いを叶えるために争う。森新蔵にはナンバー1からナンバー7まで番号が、振られている。ここでは、番号順に、森新蔵を紹介する。天国とは、神のおわすことなり、ISBN4 から08から873,766から、0。ISBN978 から4から0887376693賢者 ISBN4 から08から873,785から7 ISBN978 から4から0887378550不滅なる利益者たち ISBN4 から08から873,811 X ISBN978 から4から0887381116願い叶いし、ISBN4 から08から873,846から2、ISBN978 から4から0887384688、ISBN4 から0861884144、ISBN978 から4から0861884118、ISBN4 から0861884222、ISBN978 から4から0861884225、ISBN4 から0861884330、ISBN978 から4から0861884332。ありがとうございます。